オワコンか、バリ、MNM 解体で正式に、再弱化する、www。メッシがいなくなった途端に最弱化、始まってて草も早どこにでもある、中堅チーム www ネイマールもエンバペもイラッチもいないじゃん。エースライバンインは、オワコンパリサンジェルマンの、スタメン激弱に変わりすぎ。いくら、点取られてもそれ以上に点取って勝ってた、チームが点も取れなくなってて、クサイバンイン自体はいい選手だけど、イバンインがスタメンって時点でパリは、格が落ちたな。これもはや、リーグ1強にすらなれないんじゃないか。スター選手だけじゃなくて、終盤と DF に堅実な選手を、獲得するべきだった。これでデンベレがちょっと、前の、良くない、デンベレに戻ったらマジで笑う。でも、これが激ハマりして、CL 優勝したら、面白すぎる。WWW でか、パリが崩壊したらリーグアンマジで、サウジリーグよりも、レベル低くなるよな。DF 陣は引き続き、ワールドクラスなのクサとは言いつつも、連携無語いし、守備めっちゃもろいんだよね。諦めてパリは育成から頑張ろう。メッシが来る前のパリサンジェルマンか、一番強かったんじゃない？それな。ブシェルの時は CL 決勝まで行ってるし、逆にあそこで優勝できなかったのが残念。金だけでは、品性も格式も変えないことをしっかり証明したパリさん。